生きてたら今年だから二十歳になるので、だからね、振袖だったりとか、その成人式の前撮りだったりとかっていろんなことを多分今年いろいろと やってたんだろうなとかね。石巻市に住む佐藤美香さんです。東日本大震災で長女愛理さんを亡くしました。楽しかったですか？はい。当時6歳、楽しみにしていた幼稚園の卒園式を迎えることはできませんでした。私はこの式っていうのを重ねてあげさせたかったっていうの、入園式で次お葬式だったんだよ。卒園式すらもこの子自体は出れなかったから。大きな地震の後、高台にあった幼稚園から園のバスに乗せられた愛理さん。園児を送り届けるためバスは海側へと走り、津波とその後に起きた火災に巻き込まれました。大人が守らなければならなかった命。佐藤さんはこの13年、愛理さんが残した教訓を伝えようとさまざまな活動に取り組んできました。去年11月には地域の防災に関わる人材を育成する研修に協力するなど、防災の輪を広げてきました。ただいま。この言葉を未だに聞けていません。二度と同じ思いをしてほしくない。佐藤さんは普段から防災について考えておく大切さを訴え続けています。どうか未来ある子どもたちの命を守るために、目の前にいる子どもたちの命を私たち大人が守ってあげれるよう常日頃から考えていてほしいなと思います。一方で震災を語り続けることは簡単なことではなかったといいます。歩いてこう語り部をやっている時にだったり、人をねやっぱり案内している時に突然言葉の刃がこう襲ってくる時もあるんですって。だからそういう時は やはり苦しいですし、やっていいのかなって思ったりもするんです。まだやっているの？いつまで言っているの？佐藤さんに時折投げかけられる心ない言葉。でもやっぱりこう伝え続けていかないと、また同じようなことが繰り返してほしくないっていう思い一心から私はやっているので。葛藤を抱えながらもこれまで語ることをやめませんでした。忘れないよ、小さな命とあの日のこと。みんなは慰霊碑って知ってる？知らないよね、わかんないよね。先月、佐藤さんは多賀城市内の保育園を訪れました。大きくて真っ黒な姿をした津波がものすごい速さで子どもたちのところへやってきました。当時の様子が子どもたちにも分かりやすいよう書かれた紙芝居。佐藤さんの思いに触れた大学生たちが作ってくれたものです。丁寧に読み聞かせた後、佐藤さんは子どもたちに語りかけました。
待ちました。東日本大震災っていう言葉はひょっとしたら聞いたことあるかな。その時に亡くなったお友達がねたくさんいました。なのでね、皆さんはたくさんたくさん楽しい思いをして、たくさんいっぱいいろんなね、このねお友達先生たちとたくさん遊んで元気に暮らしていってもらいたいなと思います。3月11日の朝、幼稚園に向かう愛理さんにもかけた言葉、震災で奪われた日常です。愛理にはあの日ももうすぐ本当卒園式だから、たくさん遊んでおいでよって、お友達と遊んでくるんだよって言ったのね。だから卒園式も楽しみにして、それこそ入学式も楽しみにしてたのにさ、何にもできなくなっちゃったよね。震災から間もなく13年、佐藤さんは変わらぬ思いを胸にこれからも語り続けます。泣きました。すごくこう悩んだりすることもあったし、でもそれでもなんかこの必死に走り続けてきた13年間でもあります。娘たちみたいな苦しい思いをしながら亡くなる子どもたちがやっぱり出てほしくないし、だからやっぱり自分が伝えれる間は、頑張って伝えていければいいなというふうには思っています。